うん、広瀬さんはどうですか？私あのグエルトラウダが好きなんですけど、と,はい、というのもあ何だろう単価を切った後にぐしゃっとなっちゃう。負け顔が好きなんだね。よねこれは<の>広瀬ちゃんの性癖ってことでいいのかな。なんです,すみません。うん、であのすごい好きだったのが十七話でグエル先輩が髪を 切られて、で、自宅寮の皆さんに、あ、グルスやっぱ髪どうしたんですかって言われて、切ったんだ。似合ってるかって言って、その後誰も似合ってるって言わずに、次のカットに映ったシーンがすごく好きで私、そこに注目したの。そうです。私それ確かに誰も何も言わなかったよね。確かに。私ケットが終った後に駆けつけて似合ってますって言いにきたい。 着眼点がすごいわ。確かに何も言ってないんだよな。<laughs> なよグウェル。そ,そこでもカミルがこう来ちゃったから。そうなんです。なんもなんかこう上や安だった。またしたことになって髪切ったこと。それがすごい好きで。なるか。ラウダ先輩もチーを代理にならなきゃいけなくて、うんはい、それからチクチク言われた後に落ち込んでるところ、なんかまた言われてましたねって言いたい。<laughs> <laughs> <laughs> 何目線なな <laughs> んんちちょっと落ち込んでる人ちあほど急に <laughs> この流れで変えようとしているけれども。